どうも、ハキです。今回ですね、トレーニング動画撮っていきたいなと思います。前回ね、オダフィールドでね、トレーニング再開っていうことでタイムトライアルやろうと思ったら、まさかのね、場内整備というところでトラックが使えず走れなかったわけですよ。で、それ以来ね、正直ちょっと走ってなくて、結局ね、もう4ヶ月ぶり近くなっちゃったのかな。3ヶ月から4ヶ月ぶりぐらいのね、トレーニングやっとね、こう4月に入ったので、マクロキーね、始めていこうかなというふうに思います。で、今日はね、まあ、前回できなかった 1000m ね、タイムトライアルやっていこうかなというふうに思います。まあ、今日トレーニングをっていうよりかは、まあね、走り始めるトレーニングを再開するきっかけみたいな感じで一本ね、やってみようかなというふうに思います。まあ、どれだけね、体力が落ちたのか、いや、どれだけ落ちてないのか検証を、ね、含めてね、まあ、これを機にスタートとしてやっていきたいなというふうに思います。ぜひね、どれだけ走れるか想像して予想してほしいなと思います。トレーニング期間の時には、まあ、1000m タイムトライアルっていうトレーニングをやってなかったので分かんないんですけど、おそらく感覚値として、まあ、2分50秒ぐらいではね、走れたかなと思います。別府のね、別大の前ぐらいだったら1本ならね、2分50ぐらいかなという感じがするので、まあ、それからね、まあ、どれだけ落ちたのかちょっと今日やっていきたいなというふうに思います。今日は競技場を借りて、まあ、しっかりね、距離も 1000m かかってね、タイムトライアルやっていきたいなというふうに思いますんで、まあ、どれだけのね、タイム走れるか、ここ期待、これからね、ウォーミングアップしてやっていきたいなと思います。では準備ができたのでいきたいなと思います。 1000m アップね、10分ぐらい、2キロぐらい走ったんですけど、まあ、ジョックはね、まあ、なんかまあまあって感じですかね。久しぶりですけど、まあ、バネも結構やっぱ溜まってるんで、まあ、ぴょんぴょん走るって感じはするんですけど、長所をね、今2本ぐらい入れたんですけど、ちょっとスピード上げるとやっぱね、体がね、ふわふわするよね。これ久々に走ったので走り方がよくわかんない走り方をちょっと忘れてしまったっていう感じがありますね。足がしっかり地面に設置してない感じ、ふわふわしちゃってる感じがあるので、それがね、ちょっと心配なのと、あと心配機能ですね。まあ、肺が相当ね、今日苦しくなるかなっていうふうに思います。久々にこんだけね、心拍上げることは本当それこそ4ヶ月ぶりぐらいなので、そこをね、耐えられればなっていう感じがします。なのでね、まあ、とりあえず行きたいなと思います。なんかね、これをいいきっかけに、こっからね、やるぞっていう気持ちになればいいかなと思います。設定タイムとかね、目標は特になし、とりあえずね、全力でトラック 1000m 走れればなというふうに思いますので、ちょっと頑張っていきたいと思います。
肺が壊れちゃう。もうね、ちょっとまだタイム見てないですけど、ちょっと先タイム見ましょうか。ちょっとね、タイム見ます。切った、2分59。いやー、ちょっとね、溺れそうになってね、最初の500ぐらいでちょっともう肺がやばくて、足はね、まあまあちょっとバネが残ってたせいか乗り切れたんですけど、肺がきつくてラスト200はね、足も止まりましたね。で、思いのかね、最初の500ぐらいで足がもう止まるかなと思ったんですけど、800ぐらいまでね、足が粘れたんで、あと200はなんとか耐えたかなって感じがします。なんかね、25時間、まあどうなんだろう、4ヶ月ぶりにしては結構いいのかな。ちょっとね、これを機に気持ちよく走れたんでね、またこっから一からね、頑張っていきたいと思いますんで、トレーニング動画ね、ちょっと積極的に上げたいなと思いますので、お願いします。